シクストーンズへの A、ビーチリス音声流出とジャニーズ内部の混乱。美少年シュークリーム事件と同様の流出騒動が広がる。10月末、シクストーンズの京本大が28と田中いつき28だと思われる男性2人が会話をしている50秒ほどの音声が SNS 上に流出し、シクストーンズファンを大いにざわつかせた。 会話の内容は下記のようなものだった。京本、一番伸びてないのは何か知ってる田中、日京本、ライフタイムの MV。田中、そりゃそうよ。あれ結構ひどかった。京本、結局、被写体がかっこよく映らないとさ。ワンカメとか教会にこだわって、俺ら全然かっこよく映ってないじゃん。森本、慎太郎とか新さんがあった。 俺らのファンが再生回数回すからさ、見たいと思うものじゃないと見てくれないよね。一人一人がちゃんと見えないから。田中、そうそうそう。今日もと、すごい A、B、ちって感じして嫌なんだよね。田中、ああ。 二人の会話の後ろで2022年リリースのアルバムシティに収録されている楽曲、オズのデモ音源だと思われる音楽が流れているため、流出した会話は2021年頃の打ち合わせではないかと思われます。ワイドショー関係者。近く、ジャニーズ界隈で盗聴が横行してるんじゃない流出騒動を受け。 これ喋ってること自体は何にも問題ないけど流出させたん、水頭長じゃ不思ぎでしょ、ジャニーズ界隈で頭長が横行してるんじゃない気をつけて、京本大学の流出、なぜそうなったのか経緯がすごく気になる。と音声が何者から流出したのか心配する声が多数上がっている。8月にジャニーズ JR。 うちユニット美少年のメンバーが壁にシュークリームを投げつける動画が SNS へに流出しましたが、今回のシクストーンズオと同じようにジャニーズ界隈で普通は流出しない音声や動画が流出していますよね。全能。四角メンバー全員が謝罪した美少年シュークリーム事件。 8月15日に流出したのは44秒間の動画で、ナスユート21がカメラに向かってシュークリームを投げまからす、と笑顔を浮かべながら予告し、壁に向かってシュークリームを思い切り投げつける。撮影者の佐藤竜が20が潰れたシュークリームをアップで映し、笑いながら最悪、とコメント。さらに佐藤がラストもう一球です。自信ありますか と問いかけるとナスはカメラ目線でありカからシュとふざけつつ返事を、再びシュークリームを投げつけると佐藤は賞味期限切れてますよね、と一応の釈明をするというものだった。これを受けて8月18日、旧ジャニーズ事務所、ジャニーズアイランド社長の井ノ原義彦47、美少年のメンバー全員が公式サイト上に謝罪文を掲載するという騒動にまで発展した。 芸能プロ関係者が言う、タレントサイドの何からのトラブルで流出してしまったという可能性もゼロではありませんが音声や動画を流出させている可能性が高いのはやはり近くにいるスタッフですよね。美少年の場合はメンバー同士で撮影した動画が流出しましたが、ああいった動画を扱えるのもスタッフですからね。 シクストーンズ二人の会話に関しては、まさに近くにいた人間が録音したものと考えられる。そして、このような流出騒動が相次いでいる背景には、旧ジャニーズ事務所のごたごたが関係していると見られていますね。四角東山のり行き事態で、改革者が新社長に就任か、ジャニー北川氏。 去年87の課題問題を受け、旧ジャニーズ事務所は被害者の保証を行う会社へ。所属タレントは新会社とエージェント契約を結んで活動を続けることが発表されている。事務所が揺れに揺れる、中タレントもそうですがスタッフも自分たちの将来がどうなるのか不安になっているんです。元 V6 の内田淳一さん、42、嵐の二宮和也さん。 40が独立しましたが、タレントの流出が相次いでいます。さらに東山のりゆきさん、57が新会社の社長に就任することを辞退。代わって改革者の福田敦史氏、58が就任するとも報じられましたからね、全能。東山に代わる新会社の社長には女優のノン、ノーネンレーナ。 30がエージェント契約を結んでいるコンサルティング会社、スピーディの代表取締役福田氏が就任する見込みだと複数のメディアが報じた。福田氏はスピーディ社でハリウッド式のエージェント業務を行ってきた。2019年8月の朝日新聞のインタビューでは、次のように旧体依然としてきた日本の芸能界に苦言を呈していた。 ノンのようにテレビ業界から締め出される人が二度と出てこないようにしなくてはならない。一部の古い芸能事務所の体質改善を望みます。そして、タレントの遺跡の自由を芸能界に受け入れてほしい。芸能人の労務管理にもつながるため、公正取引委員会も支援するはずです。資格タレントだけではなくスタッフも、 トベアンド休覧へ遺跡、社長になるとされる福田氏自身が、タレントの遺跡を推進しており、それにより旧ジャニーズ事務所からも退場者が相次ぐと見られている。独立が相次げば解散するグループも出てくるかもしれません。タレントが個人事務所を設立したり、他事務所と契約するとなると、仕事を失うのはマネージャーやその周辺のスタッフということになる。 職を失う危機なわけで、誰だって不安や疑心暗鬼になりますよね。実は、これまでも旧ジャニーズ事務所のスタッフの中には、滝沢秀明さん41が立ち上げたとべ、元スマップチーフマネージャーが立ち上げた球欄に一筆席,席している人が多くいるのですが、さらにこの動きが加速するのではないでしょうか。前での芸能プロ関係者。 滝沢氏率いるとべには元 V6 の三宅県44元 k n g アン o p スでうつつニュームバー愛の平野市要26神宮寺ゆ太、26岸ゆ太、た28元イムパクト RS ことイムップ元ジャニーズ JR の大統立樹 18KI2 の北山博光38などのやめジャニが続々と合流タレントだけではない 滝沢氏は元ジャニーズ関連会社でライブ会場のブッキングを担当していた Y 氏を飛べの幹部に据えたほか、ジャニーズ事務所を退社した名物社員だった通古氏と仕事面で協力、JR の振り付けを担当していたサンチエ氏も戸部に合流しているとされる。近く、会社への怒りでタレントの動画や音声を流出させるスタッフも、前での芸能プロ関係者が続ける。 さらに他の芸能事務所もジャニーズ事務所のマネージャーは優秀だからと獲得に乗り出しています。ただ、ジャニーズ事務所の若手マネージャーは他事務所の社員とつるまないようにするという歓迎があったと言いますね。そのため、いざ会社がこのような状況になって売り込みをかけられるのは、かつての上司や先輩同僚がいる戸部屋球団をということになると、もちろん芸能界を離れ、 作業所に行く人もいるでしょう。マネージャーやスタッフにも激震が走っているわけですが、そうした中で現状に怒りを抱いている人がいるのも仕方がありません。魔が差すというのもあるのでしょうが、将来をめちゃくちゃにした旧ジャニーズ事務所にダメージを与えるため、鬱憤を晴らすため。 会社を退社するタイミングで過去の音声や動画を流出させるという事例が増えているのではないかと言われているんです。それぐらい今、旧ジャニーズ内部は不安定な状態にあるということですよね。崩壊へと向かうジャニーズ帝国、美少年やシクストーンズだけではなく、今後もタレントの内部動画や音声の流出が相次いでしまうのかもしれない。